パラスティカの豆だと沢出でーすということで、はい、質問コーナーをやっていこうと思います。イエーイ。生配信で、私たちにね、聞きたい質問コーナー、はい、募集しました。そうでした。たくさんね、いただきまして、はい、えりすぐりのね、質問を、たくさん選ばせていただきましたので、はい、今日はそちらに2人で全力で答えていきたいと思います。はい、頑張ります。いきます。YouTube を始まる YouTube を始める前、二、うん、人はど YouTube を始める二人はそれぞれどんなお仕事をしていたんですか。なるほど。私は、フリーターとして、はい、カツ丼屋さんでバイトをしていました。はい、私はフリーターとしておそば屋さんを2軒も掛け持ちしていました。普段の動画の企画はどうやって決めていますか。普段の企画は、はい、2人でね、それぞれ何個か持ち合って、うん、話し合いをして、はい、決めてます、はい。もし2人がソロ歌手としてデビューをしたとしたら、そのデビューシングル名は何にしますか。ソロだってソロ純恋歌マメラバーかぶって大丈夫。なんかでもそういうなんかやっぱ湘南の風さんみたいなやつがいいな。まっすぐにストレートな感じでやっぱ歌えないから、ああいうなんかこうラップの光笑顔みたいな別れみたいのが入ってた方が歌いやすいかなって思った。なるほどね。うん、ソロだけどね。ソロなんだけどね。私は検索かけた時にかぶんないのがいいから、うん、確かにね。お疲れさんのさ、うん、なんか焼肉弁当300円みたいな歌あんじゃん。黒毛和牛上昇タン焼きのやつ。あ、そうそうそう。そういう感じする。あ、焼肉弁当500円する、うん、焼肉弁当500円にします。パラスティカ、お二人のカラオケの18番を教えてください。おっ、こら、18番って言わないんだ。18番、わかんない。こうお箱って読むんじゃない、これって。18番って読むのかな。いや、お箱とも読むし18番とも読むのか、とも読むかと思ってた。この2、どうしよう、違うかも。いや、違うかもしれない。いや、わかんない。私も違うかも。ちょっと自信ないわ。いや、私は湘南の風さんの出た、睡蓮花です。絶対歌うもんね、うちは。うん、歌う。私は軽音のご飯はおかずかな、うん、あー、いいねいいね。みんなで歌えるやつがいいよね、やっぱね。そう、アゲマンジャパンのポイポイピーとか。アゲマン、すごいごめん、アゲマンジャパンだ。パラスティカ、タイムマシンに乗れるとしたら未来か過去どっちに行きますか。理由も知りたいです。難しいな。私は、過去。やっぱりね、あの未来を見ちゃうと、うん、なんかその通りになんか進まないといけないのかなって思っちゃうの。なんかあ、なるほどね。そう、なんか結婚相手この人でとか見えちゃったらさ、あ、じゃあその人に出会わないといけないからって思っちゃうから、か、うん、過去の失敗した日、お酒飲みすぎちゃって、うん、とか、そういう日にちょっと戻って、あんま飲まない方がいいよっていう。あ、それいいな、それいいわ。うん、今未来っていうことだと思ったけど、その豆田さんの言葉を聞いて納得したので過去にします。未来だったとしたら理由的なあれは何だったの。ちょ、好奇心でどんな感じになってんのかなって。あー、でも覗いてみたかったんだけど、確かにそれ通りに、ね、それ意識しちゃって。いや、すごくね、全然生活しぐりづらくなっちゃいそう。そうよ、そうよ。うん、まあ、どっちも見せてほしいんですけどね。ね、どっちも見せて。欲を言うとね、ね、ね、恋人に求める性格の最低条件。短期じゃない。あー、大事。店員さんに怒んないとか。あ、わかるわかる。そう、なんかちょっとしたことでブー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 って言わない人。わかるわね。店員さんに偉そうな態度取る人はもうその時点で一発で嫌だよね。嫌だ。箸の持ち方とか。あー、所作。所作でも、うん、短期か、うん、食のマウナー悪いかどっちか取れって言われたらもうちょっと決めらんない。あー、すっごいこう言って、うん、食べてて、そう、すいません、これ箸長さ違うんですけど。やだ。変えてもらっていいですか。いやです。いいんですか、これで。パラスティカ、お互いのお家の羨ましいところ教えてください。あー、いっぱいある。はいはい、どうぞ。めっちゃ日当たりいい。それね。うん、それはもう私も譲れないわ。はいはい、出るよね。あと、あの洗面所の、うん、鏡が三面鏡じゃない、うん、あー、それ言ってたね。パンって感じ、うん、はいはい、あの広い。あー、ありがとう。広い。窓が多い。あー、確かに窓多いかも。
確かに、はい、はい、壁の色とか、うん、マンションの、うん、あの全体的な、うん、あの高級感もうそれは不動産屋さんに言われて最近買った一番高いものは過去言える範囲でいいです。はい、はい、鏡を買ったんですよ、でかい。はいはいはい、言ってたね。マジでママこの扉ぐらい、え3万ぐらいで買いました。あーそう、はい、鏡の板みたいな感じ。そう、1枚板の鏡を買ったのよ。すごい、うん、あ、私はあの掃除機ダイソン8万ぐらいしたのかな。高校とクイックワイパーで、ね、必死にやってたんだけど、うんうん、やっぱね、あの取れるゴミの種類違うのよ、あれ掃除機とクイックワイパーって全然違うじゃん大前提でね、違うもんね。そう、あ、これ無理だと思って豆田さんに一回ダイソン借りたの家近いからね。そう、でかけたらもう全然違くて、うん、これ買うってなって同じやつ違って買った。あー、うん、ダイソンがね、そう一部です。ここもダイソンですから、ね、そうそうそう、うん、ダイソンが一番いい。花壇で道明寺派ですか、はい、花沢類派ですか。ちなみに私は花沢類派です。あ、なるほどね。せーのでいいよ。わかった、せーの、花沢類だよね。やっぱりね、だよね。一個言わせてもらうと、うん、私見てた当時は道明寺派だったんですよ、うん、でもやっぱ大人になるとね、うん、あんな振り回されてたらちょっと疲れちゃうね。あのさ、そう、私今花沢類って言ったんだけど、うん、ちょっと正直どういう内容で二人がどういう性格か全く覚えてないんだけどえ、じゃあどこで決めたの花沢類小栗旬が好きだからいいね、美女で決めるのもダメもう美女一本でいっちゃった今花沢類は優しいの、うん、とにかく、はいはいはい、なんか困りごとがあっても、うん、大丈夫大丈夫みたいな感じで優しく優しくこうやって支えてくれて、うん、道明寺は結構振り回すタイプ。あー、はいはいはい、そう、俺様系タイプ、はいはい、だからこうすれ違ったりとかするんだけど、うん、やっぱ俺様タイプの方がさ心揺らえるじゃん。そうだね。だからこうどっちから来た時に道明寺選ぶ、うん、あー、なるほどね。この年になるとやっぱりあんな道明寺みたいに無理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 、もうそんな時間ない振り回されてる。いや、ないよ、もう疲れちゃうんだよこっちは。疲れちゃうよ、ね、今から来いって言われたらね無理ですってパラスティカ、はい、LINE のスタンプ何使ってますか。豆田さんからよく送られてくるのは、うん、銀魂か、うん、ハリーポッター、オケマルフォイがあるから、ね、そうそうそう。サオデイさんから送られてくるのが多いのはワカルさんのウサギとクマの大きい文字スタンプ、はいはい、瀬戸さんのプーンスタンプ、あーそうが多い。だいたいうちらさ、うん、ありがとうがよろしくじゃん。そう、ありがとう、よろしく、オッケー。そう、ありがとうとよろしくでバリエーションたくさん組まれてるスタンプあったら買っちゃうかも。あ、それいいね、うん、確かに。二人がもし男性になってしまったら何をしますか。この美女で男って言われたら髪切りたいと思ったんだけど、うん、あー、なるほどね。あのムチムチの筋肉の IT 系の社長みたいになりたいなりよ。あ、よくいらっしゃるような感じのね、ガングロのサービさん。やだやだやだ、サービさんすごい、マジでこういう人いるもんね、うん、これイケミンになって、うん、あのブイブイ言わせたい。あー、わかる、うん、やりたいよね。やりたい、かわいい。そうね、そう、喋らせたいよね、したい。男パラピに対してどう思いますか。貴重だよね。いや、マジ貴重。なんでかっていうと、あの男女比9対1なんで、うちは本当にすごいよ。変わらないよね、そこ4年間。変わんないね。男女とともに大事ですけれども、うん、ありがたいなと思ってます。イベントとかに男の子とか男性とちょっといじっちゃうもん。いや、わかる、嬉しくて。まあ、でもさ、初めまして、僕マジでずっと見ててみたいなタイプか、うん、本当になんかずっと会いたくてみたいな。そうなの、可愛い感じの ね嬉しい、うん、未来の旦那様に、うん、ごめん、先にこれだけは謝っておくわみたいなことありますか。ちなみに私は包丁が怖いので手の込んだ料理はできません。さあせん、はい、朝あんま起きれないよって言うかも。私は毎日料理を作りませんって。それはもういい宣言だと思う、うんうん、やっぱり毎日ビーフストロガノフとかさ求める人いるかもしれない、うん、なんかそれだったらもう腹くくっちゃうかもね、専業主婦になっちゃうかも。逆にゼロ100だからビーフストロガノフしか出しませんっていうこと言っとくわ。じゃあ先にどっちかだよ、どっちかだよ、もう
豆さんはおすすめのプリン、サオデさんはおすすめの歯磨き粉を教えてほしいです。気になって気になって夜しか眠れないのでお願いします。それ笑ったのよ。この質問事前に読んだ時、おすすめの歯磨き粉とプリンと同じジャンルとして扱われてるのがそうそういいよね。セブンのやっぱ黄身のプリン、あれ美味しかった、うん、あれかな。ルシェロっていう歯磨き粉は、うん、みんなにあの研磨剤が入ってなくていいよって結構おすすめしてる。じゃあセブンの黄身のプリンとルシェロで。おばあちゃんになったらどんな生活したいですか。高級老人ホームに入りたいので、うん、貯金してます。そのために同じ私も高級老人ホームに入りたい。だから言ってたんだよね、うん、2人で多分結婚しなかったとしたら、うん、同じ高級老人ホームに入って、うん、そこで遊ぶの。そう、あの将棋とか打ってね。あ、いいじゃん。そうそう、高級老人ホームっていうとこがミソなんだよね。そう、コンシェルジュの人とかがいてお世話してくれるところ。そう、余生を快適に過ごしたいの。そうそうそう。住んでみたい都道府県はどこですか。京都。わ、いいな。なぜかというと、うん、やっぱ東京と雰囲気が真逆じゃん。確かに全く違うね。そう、なんかやっぱちょっとね、最近浮世絵が好きだから、うん、ちょっとあの雰囲気を味わいたい常に。あ、なるほどね、うん、それいいね。なんか自然もありつつ、いろんな、ね、うん、お店もたくさんあるみたいな、なんかちょっとバランスいいよね。バランスいい。三重かな。三重休んでた時に、うん、三重に一人で旅行行ったんだけど、うんうん、水族館があって、そこにね、ラッコがいいのよ。鳥羽水族館の付近に住みたいかも。あー、いいじゃん、うん、三重いいよね。三重なんか良かった。綺麗だし、伊勢神宮とかもあるね。あ、そう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 。パラスティカ、これで終わりじゃん。これで終わり。最後。はい。水500ミリ何秒で飲めますか。あー、これどうでしょう。いや、ちょっと怖いよ。いや、でも豆さん結構いい線いきそう。一口が量多いからな。確かにね。いきます。はい。用意。スタート。すごいわ、でもすごいすごいすごい。うん、はい、出ました。37秒86。ああ、ちょっとすごいんじゃない、これ特技出した方がいいよ。え、もっとかかると思ってた。1分半ぐらいかかると思ってた。私も思ったね。ちょっと気合い入れるわ。じゃあ苦しくなっちゃうから、うん、息は吸い続けた方がいい。ああ、分かった。いきます。はい、よーい、スタート。すごい、いい音してる、いい音してる、いい音してる、めちゃめちゃいい音してる。早い、頑張れ、気をつけて。はい、24秒。うちはこれ特技として書けるわ。書いてもらうプロフィールに。いいの、うん、運動公式。水30秒台で飲みますって。パラスティカ。ということで、質問コーナー、はい、以上になります。はい、皆さんね、いっぱい質問を書いてくださって本当にありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。はい、ちょっとね、これ以上喋るとちょっと水出ちゃい。私も同じ。同じです。私たちのツイッターのアカウントが下の概要欄にあります。この動画を気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録お願いします。以上、せーの、パラスティカでした。